京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。セパ交流戦オリックスバファローズ対阪神タイガースの1回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。まずはバファローズの先発荒西が京セラドームのマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。初球空振りです。引っ張った、レフトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。レフトが取りました。バッターは注目のルーキー松永。まずはワンアウトを取っています。はい、初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまいました。低め外れました。インサイド落ちました。この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。打った、伸びていく、どうだ、入れば先制。入った、ホームラン。先制のツーランホームランです。タイガース、これで5試合連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。バファローズ先制を許します。2対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところです。ご覧いただきましょう。警戒はしていたのですがここで打たれました。まあこれは慎重になりすぎましたかね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターは石峰。バファローズ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。真ん中打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。真ん中決まった。ノーボールツーストライク。これが3球目。打ちました。センターに大きな打球。これはどうか。センターが取りました。ツーアウトです。バッターは注目のルーキーオマリー。ツーアウトになっています。伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。バファローズ追加点を許します。3対0。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど特に意識する必要はないですよね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。アウトコース、ボール。スライダー決まります。
大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっていく。ボールはそのままフェンスに直撃。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ツーアウトランナー二塁。さあバファローズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤とはいえ、これ以上失点しないように進めていきたいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の荒西、どういったピッチングを見せるのか。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。2球目打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。4対0、バファローズなおもピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。またしても点を入れられてしまいました。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。そうですね。さあ気をつけていきたい梅野がバッターボックスです。打った。左中間に大きな打球、伸びていく。どうだ、どうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。5対0、バファローズもうこれ以上点はやれません。打席には9番バッター糸原。まあバファローズとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれませんね。はい、さあここはしっかり守りたい。これが1球目。引っ張った。ファーストを取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランが飛び出しました。5対0、タイガース先制です。2回になります。タイガース打順よく1番から始まります。新庄バッターボックスに入ります。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね、はい、さて今日はルーキー同士の投げ合いということになりました。バファローズの先発は荒西。これが公式戦2度目の登板となります。前回の登板打ちました。福田アウト、ワンアウト。2番バッター松永、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そう。インサイド落ちました。右中間に強い打球、さあどうだ。右中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達。そしてこれが今シーズン40本目のツーベースヒットということになりました。打ちました。ショート取った。一塁へ。これでマルチヒット。ランナー三塁一塁となりました。打席には4番バッター石峰。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。はい、そうですね。打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか。追いかけますが頭を越えました。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。6対0になりました。バファローズもうこれ以上点はやれません。さあバッターはオマリー。ここで打点を挙げれば今シーズン120打点目になります。ボールになります。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。さあ4球目は何か。フォアボール。ここは勝負を避けた形でしょうか。これでワンアウト満塁、ピンチを迎えます。ちょっと心配ですね。ストライクが入らなかったですね。打った。高く上がった。ぐんぐん突き刺さった。満塁ホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。バファローズ追加点を許します。10対0。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。
バッターボックス糸井。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。外れていきます。空振りになります。ワンボールツーストライクです。打ちました。伸びていく。ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたがライト掴んでツーアウト。打順は8番梅野。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。打った。福田取ってスリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース5点を追加しています。10対0。タイガースのリード広がっています。これから3回タイガースの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。山田がマウンドに上がります。点差が大きく開いた序盤からの登板となりました。危ないボールですよね。まあ変わって出たピッチャーの初球は狙われてますから要注意でしょうね。そうですか。この打球はこれは一塁側のスタンドに入ります。これはセカンド福田掴んで一塁アウト。打順はトップに帰って新庄。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。手が滑ったでしょうか。これはバットが泳ぎます。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。打ちました。変化球に泳がされてショートライナーに倒れています。ワンアウトです。2番バッター松永、今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バットを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ツーアウトになっています。いい当たり。レフト下がっていく下がっていく。ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。今日も3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁。最初は変化球できました。打ちました。ボテボテ山田一塁送球。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。10対2。タイガース大量リードしています。回は4回の表に入っています。タイガースの攻撃、打順は4番石峰。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい。さあここはやり返すことができるんでしょうか。バファローズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。インサイド変化球決まっています。2球目は何で来るか。外、これは外れていきます。さあ3球目は何か。3球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスは6番アリアス。まあバファローズとしてはここはビシッと抑えて反撃につなげたいですよね。はい。さあどういうピッチングをしてくるのか。2球目打ちました。これはどうか。伸びていく。レフト線破りました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。
タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、11対2になりました。バファローズもうこれ以上点はやれません。バッターは7番糸井、これが初球、抜けたような感じになりました。大きく外れます。真ん中打ちました。一塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスは8番梅野、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。これが2球目、外の高め振っていきます。ここはあっという間に追い込んでいます。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。緩い変化球、まずは見送ります。さあ2球目は何か、外へ持っていきましたが入りません。変化球が高めに抜けます。次が4球目、2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました、流しました。弾き返した打球はレフトへ、吉田が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。11対2、タイガースのリード広がっています。里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで。これはサード、中川取って、これで9試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは2番松永、今日はここまで猛打賞を記録しています。バッター今日当たってるんで慎重にいかないといけませんよね。もうな、走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど、そうですか。打ちました、センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています。センターが取りました。打順は3番八木。まあバファローズとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。この球は、ああ外れました。打ちました、大城一塁送球、アウト、2アウト。バッターボックスは4番石峰、先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですね。2アウトランナー3塁です。インコース詰まりました、ここはフライになっています。ショートが落下点に入ります。大城が抑えて3アウトチェンジです。タイガースサードランナー残塁に終わりました。11対2、タイガース大量リードしています。京セラドーム大阪からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、5番バッターオマリー、今日はここまでホームランを含む2打数2安打、マルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。バファローズ厳しい展開で6回を迎えています。さあバッターはアリアス、この打席でホームランを放てば今シーズン、引っ張った、サードの左抜けました、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。さあ初球は何か、インサイド落ちました、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、三塁セーフ、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、12対2になりました。バファローズなおも3塁1塁のピンチです。ここでタイガースダイソーを送ります。亀山ファーストランナーに入ります。8番バッター梅野、初球は何で来るか、ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。
まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。なるほど。打った、高く上がった、センター下がっていく、下がっていく、センター深いところを破っていきました。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、タイガースが突き放します。センターオーバーのタイムリーヒット、14対2になりました。バファローズなおもピンチです。打順は9番糸原。バッターボックスには代打の和田。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあこれ以上点はやれないですからね、ピッチャーにはなんとか踏ん張ってもらいたいですね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。初球ボール、次が2球目、引っ張った、レフトバックする、バックする、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、15対2になりました。バファローズもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター新庄、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。引っ張った、これはどうか、取った、一塁送球します。これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の澤田。バッターボックス松永、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席あわやというような。ランナースタート、キャッチャー送球して、タッチアウト、盗塁失敗。里崎さん、ランナーが1人減りました。よく阻止しましたよね。ですよね。まあただまだランナーがいるんでね、引き続き集中ですよね。インコース打ちました、セカンドの右抜ける、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。バファローズもうこれ以上点はやれません。バッターは DH 八木。打った、大きな打球になった、この打球は落ちそうだ、まんまん中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、バファローズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには4番石峰。初球打ち、取った、一塁を送ります。ツーアウトになりました。バッターボックスは5番オマリー。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。タイガースこの打ちました、右中間に大きな打球、さあどうだ、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、バファローズなおもピンチです。バッターボックスアリアス、今日はここまでホームランを含む4安打を記録しています。ここまで打たれるとキャッチャーもリード打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、入りました、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。バファローズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターはダイソーから起用されている亀山。打ちました、ヒットになりました。これで3連打、ツーアウトランナー1塁。バッターボックスは8番梅野。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放って、ランナースタート、ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。タイガースのリード広がっています。
里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやー、もちろんですよね。打ちました。伸びていく。打球を追っているが、これはヒットになりそうだ。センター深いところを破っていきました。二塁送球。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。インコースファウル。ここはストレートを続けていいでしょうね。なるほど。真ん中打ちました。左中間に落ちました。ホームに送球する。これでマルチヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。打順はトップに帰って新庄。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ノーアウトでランナー三塁一塁としています。打ちに持ってきました。ボール先行です。打った。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。バファローズもうこれ。バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のクロフィー。打順は2番松永。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい。このストレートは外れています。ここはバッターがフルスイングしてくるカウントですね。はい。打った。センターに強い打球。この当たりはどうか。センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。サードランナーホームイン。追加点が入りました。タイガース、センターオーバーのタイムリーヒット。バファローズなおもピンチです。バッターボックスには指名打者の八木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい。今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい。さあ、ここ高めのボール打ちました。センターに上がった。この打球はフライになっています。センター掴んでワンアウト。4番バッター石峰。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。打った。大きな打球になった。レフトバックするバックそのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。バファローズ追加点を許します。相手主砲の一振りでした。バッターボックスオマリー。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい。ここはピシャーッと抑えて内野を抜けていきます。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー1塁です。バッターは6番アリアス。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。引っ張った。グラブが届いた。1塁へアウト。スーパープレイ。いい動きでした。里崎さん、今のプレーいかがですか。この一瞬の判断は素晴らしいですよね。初球打ち。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。バファローズもうこれ以上点はやれません。バッターボックス梅野。さっきはツーベースを打たれましたからね。ええ、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。タイガースこの回は打者一巡の猛攻。引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。バファローズもうこれ以上点はやれません。バッターは和田。今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですか。初球打ちヒットになった。三塁を
待っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。バファローズなおもピンチです。バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の山崎。ピッチャー背番号0山崎さんじや。打順は1番に帰ります。バッター新庄。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやる。初球打ち高く上がった。入ったツーランホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。バファローズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには2番松永。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。打ちました。打った瞬間確信した感。入ったソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは DH 八木。まず何を投げてくるか。これも初球打ち。レフト下がっていく下がっていく。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは4番石峰。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、打ちました。センター下がっていく下がっていく。どうだ。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。なんと4者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは5番オマリー。今日はここまでホームランを含む5安打の大活躍です。いやーもう手がつけられない感じになってますね。うん、その通りですね。打ちました。これは大きい。伸びていく。外野へまだ伸びている。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで8連打。ツーアウトランナー2塁。緩い変化球まずは見送ります。内へ。これは決まった。すぐに追い込みました。打ちました。ここは打ち上げています。ピッチャーが構えます。取って3アウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブンバファローズの攻撃に入ります。ゲームは8回に入ります。タイガースの攻撃。バッターは亀山。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。バファローズ厳しい展開で打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー2塁です。打ちました。ショート取った。1塁へ。アウト。ワンアウトです。和田打席に入っています。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、ここはピシャーッと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。セカンドランナー動けずワンアウトとなり、打ちました。レフトに強い打球。レフトオーバー。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。バファローズもうこれ以上点はやれません。バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは海田。
さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。なるほど。打ちました。大城、一塁送球、アウト、ツーアウト。バッターは2番松永、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ツーアウトになっています。引っ張った、これはどうか、取った、一塁送球、これで3試合連続安打、ツーアウトランナー3塁1塁。初球は何から入ってくるか、引っ張った、中川、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。タイガースのリード広がっています。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えない。打ちました。打った瞬間確信したか、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。バファローズ追加点を許します。4番に一発を浴びてしまいました。打席には5番バッターオマリー。今日はここまでなんとホームランを含む6安打の大活躍です。いやー、もうお手上げじゃないですかね。ここまでいいようにやられてしまっています。打った、高い打球、ライトが追いかける、追いかけ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。打席には6番バッターアリアス。打った、これもいったか、レフトが追いかける、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。バファローズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打席には7番バッター亀山。今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいけませんよね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。危ない球です。ボール先行です。低めの変化球です。ストライクが入りません。引っ張った、伏見、アウト、ワンアウト。打席には8番バッター梅野。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。バッターボックスには代打の日戸。ワンアウトランナーなし。アウトコース見送っています。2球目は何で来るか。打った、高く上がった、これはどうか、打球を追っているが、これはヒットになりそうだ。センター左へのヒット、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これが今シーズン100本目のヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。ファウルになります。引っ張った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点。二塁ランナー三塁も回った、ボールは中継、セカンドランナーホームイン。タイガース追加点を挙げました。バファローズなおもピンチが続きます。はい、バッター
バッターボックスには代打の真由美。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。初球ボール球です。ストレート打っていった。これは大きいぞ。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点。バファローズさらにピンチが続きます。バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのはディクソン。打席には2番バッター松永。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。まず変化球決まってワンストライク。これは見送ってボール。次のボールは甘くなったら手を出してくるでしょうね。なるほど。さあどう来るか。4球目は何で来るか。高め打った。ボテボテ取った。一塁アウト。ツーアウトランナー三塁とかあります。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね。存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど。どういった攻めを見せてくるか。さあどうだ。高い打球になった。ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。残念ながらオリックスバファローズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のオリックスバファローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。本日のご来場5000円誠にありがとうございました。お帰りの際にはお忘れ物などございませんよう気をつけてお帰りください。またのご来場心よりお待ちしております。皆さんありがとうございました。
京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。セパ交流戦オリックスバファローズ対阪神タイガースの2回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まずは先制点を取って優位な展開に持ち込めるかですよね。なるほどね。どちらが先取点取るんでしょうか？まずはバファローズの先発山岡が京セラドームのマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、この辺り見ていきたいと思います。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れます、入りました、ホームラン、先制ホームランです。タイガース、これで3試合連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。バファローズ先制を許します。1対0、ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。アウトカウントを取る間もなく先制点を奪われました。バッターは松永。バファローズ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。初球ボール、ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど、さあ何を選択してくるか。打ちました、ライトの前に落ちました。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには指名打者の八木、ヒットでランナーを1塁に置いています。一塁牽制、一塁はセーフ、一塁牽制セーフ、まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。高いですね、危ないボールですよね。走ってきた、インサイド落ちました、ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは注目のルーキー石峰、ワンアウトになっています。ランナースタート、ヒットエンドラン、セカンド取った、ツーアウトになりました。さあそしてバッターボックスにはオマリー入ります。さあツーアウトにはなりましたが、追加点は許したくないところ。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここは打った、スタンド一直線、突き刺さった、ツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。バファローズ追加点を許します。3対0、十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。立ち上がりを攻められています。バッターはアリアス。バファローズ初回から相手打線に捕まっています。アウトコースボール、痛烈、切りました、ファールボールです。
これもファウル。引っ張った、取った、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランが飛び出しました。3対0タイガース先制です。2回表に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、糸井が打席に入ります。さてバファローズの先発は山岡、ここまで11試合に登板して4勝6敗という成績。前回の登板は7イニング投げて自責点に打線の援護がなく負けがついています。インコース打ちました、いい当たり切れました、ファールボール。打ったセンターに大きな打球、センターバック、センターバックする、ボールはそのままフェンスに直撃、バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあバファローズ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。なるほど、そうですね。まあこの状況としては嫌な相手を迎えてますから、コントロールミスには気をつけたいですよね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。打ちました、左中間に強い打球、真ん中を破りました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、4対0バファローズ、もうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。ここで離されたくないですからね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、甘いコースは特に禁物ですね。その警戒すべき糸原が打席に入っています。打ちました、痛烈な打球、ファウルになります。次が3球目、打ちました、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、タッチはアウト、これでワンアウト、ワンアウトランナー二塁となりました。打順はトップに帰って新庄、バファローズこの回1点を失っています。さあ4点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっと打ち込まれてますね、間を取って落ち着きたいところですね。はい、バッテリーもそのあたり、痛烈な打球、高く入った、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。バファローズ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。2番バッター松永、ここはチェンジアップですよね。さっき打たれたボールをどう使うかですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。引っ張った、ライトへ打球伸びる、ここはフライになっています。ライトが取りました、ツーアウトです。バッターは今日 DH に入っている八木、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトになっています。初球わずかに外れてボール、バッターこれはどうだ、三遊間抜ける、これで9試合連続安打、ツーアウトランナー一塁。バッターボックス石峰、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガースこの回7人目のバッターになります。引っ張った、これはどうか、ショート取った、一塁へ、これで4試合連続安打、ツーアウトランナー二塁一塁。打順は5番オマリー。まあバファローズとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれませんね。はい、さあここはしっかり高めのボール、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、7対0バファローズ、もうこれ以上点はやれません。打順は6番アリアス。さあまず1球目、
打った、レフトに大きな打球、スタンドには届きません。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、8対0バファローズ、なおも3塁2塁のピンチです。打順は7番糸井、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。うん、そうですね。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。8対0タイガースのリード広がっています。これから3回タイガースの攻撃です。一方バファローズはピッチャーが変わります。黒木がマウンド上に上がっています。里崎さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたがいかがでしょうか。まあそうですね、やっぱり今日の状態を見ていると仕方ないな。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは9番糸原、さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね。ヒットで打ちました、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、三塁へファーストランナー一気にホームイン、タッチはアウト、これでワン。バッターの新庄、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますがバッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい、何より彼の場合はジャストミート、これは大きい、伸びていく、積極的に行きましたがセンター掴んでツーアウト。2番バッター松永、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここはしっかり捉えた、センター下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました、ソロホームランが出ました、これがチーム4本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、10対0、ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには指名打者の八木、先ほどの打席でヒットを放っています。打ちました、伸びていく、この打球は落ちるか、どうだ、初球から積極的に行きましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。10対0、4回の表タイガースの攻撃、バッターは4番石峰、先ほどの打席は内野安打でした。バファローズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたい。打ちました、センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました、これがチーム5本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、11対0、主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには5番オマリー、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、初球打ち、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。